第8章、策謀。すぐに警察が来るかもしれない。少しここから離れた方がいいだろう。そうだよな。あんな大人数と戦ったしな。日本刀とかいろいろ持ってるやついたしな。振動に勝ちましたけど。しばらく目立たないように街を歩いてみるか。おぉ？あんな大騒ぎしてこんな目立つって来てんだからさ。わかんだろう、絶対。バレるで。まあしばらく歩くっちゅうことで、まあいろんなところちょっと行って、見るっていうさ、ことを言おうとしたチンピラに絡まれるって、どんだけ好きやなん、キリちゃんのこと。あんた羽振り良さそうだな、俺たちに少し分けてくれよな。うら、ええこと。うるせえのよ、ほんとに。邪魔しないといてくれ。頼むで。あ、いや、俺たちも結構ですんで、ほんとすいませんでした。絡むんじゃないじゃん、もう。忙しいんだろ、こっちさ。なんか、話聞いてみるか、いろんなところに。西公園の方から大きな爆音が聞こえたんですよ。この街がいくら物騒でもこれほどとはね。何？西公園ってあれじゃ、サイの河原とかだよね。消防車がすごい勢いで北に向かっていったんです。火事かな？えらい大騒ぎになってるみたいですけど。いっぱい集まってるそうです。え？大丈夫？はるか預けたりしてるもんね、ちょっと。困るんだけど、それ。ちょっと早く行ってあげねえとな。西公園ってあれでしょ？本当にあれだよね。おじさん。おじさん。キリュウのことおじさんって言うからさ。はるかが言ってんのかなと思っちゃって。サイの河原ってあるだろ、西公園のさ。なんでも死人が出るような事件があったらしいよ。ついさっきのことだ。え？マジ大丈夫かよ。早く行かねえとな。お嬢ちゃん。早くやじ馬行かないとで、どこで何か起こってるわけ、事件で。お姉ちゃんわかんないの。早く行かねえとな。心配だよ、ほんと。花屋。伊達さんもいるもんね。まあ一番大事なのは遥かなんだけど、申し訳ないけどね。みんなには申し訳ないけど、遥かが一番大事なんだよ。なんだ？規模のでかいホームレス狩りってわけはねえんだろうが、誰かがわざと爆破したようだな。とんでもねえな、まったく。もうちょいで着くで。なんだ？え？何があった？いや、なんか爆発事故とかで。おい、あんた。遥か、キリュウ、伊達さん、遥かは。すまん、奴らまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ、遥か。どうした？ほんの1時間くらい前だ。はるか、何してるんだ？私、やっぱりここにいちゃいけない気がする。え？私、キリュウのおじさんのこと好きだけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。はるか、だから私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし、本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。はるか！すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング？この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ？河原のシステムがダウンしちまってる。分からねえんだ。
なら、しらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。はるかの居場所がわかるかもしれん。わかった。はるかを探せ。おい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 。まあ、しょうがないよな。伊達さんもあんな状態だったらな。なんか、真島の兄さんの時はあんな感じで撃たれてたよな、それ。ね、まあいいや。じゃあ行くか。いや、結構でかい爆発だったね。どうやったんだろうね。入り口まで分かっちゃってるし。俺は署で遥の行方を探ってみる。急ぐぞ、キリュウ。本当だよな。遥がグレン隊なんでだ。ギャングたちがなんで必要。誰かに渡すためなのかね、やっぱりね。町に出れば、またギャングどもがいるはずだ。奴らのアジトに遥がいるかもしれない。だよな。まあ、しらみつぶしに。せっかくの花屋の。機能が使えないって一番ダメだけどな。システムがダウンしちゃってるんだって。伝説の情報屋が。悲しいことが起きるもんだな。ん、大丈夫か。ギャングのやつらは絶対に許さねえ。全員ぶっ殺してやる。お前一人じゃ無理だって。キリちゃんに任せなって。これネズミもしくせ。こいつネズミや。ネズミは無事なんか。一応話しかけてみるか。サイの小原まで襲撃されちまうなんて世も末だよな。てかさ、今思ったけど小牧のじいさん大丈夫かな。小牧のじいさんだったら大丈夫かね。なんかせっかくだから弟子じゃねえよ。キリュウちゃんは弟子だからな。なんか技を教えてくれねえかな。よじいさん。おう、まだ弟子よ。わしの推しの通りやろうと思う。殴り倒してるのか。ああそうしてるよ。ああそうしてるよ。そうかそうか、役に立っておるか。せいぜい頑張ってこい。じゃあな。え、終わり。まあいっか。じゃあこれはまた次回に俺がコツコツやっとくわ。技を覚えたらちょっとお知らせするわ。まあはるかが一番大事だからな。はよはるかを探してこいというわけでしょう。しらみつぶしに行くか。めちゃめちゃどうや。曲がってなかった今。あ、この人に聞いてみようぜ。めちゃめちゃちょっといかつかったからね。ギャングのガキども、今日はやけに目つきやがる。数に物言わして我が物顔よ。バックによほど強いのがついたと見えるな。え、真島組なはずはないよな。多分ね。まだ兄さん腹にどっ刺さってるから厳しいでしょ。また違う組か。島の組とかかな、もしかして。お、旦那、ボスに会いたいな。ああ、オッケー、もう会ってるからよ。サイノからの爆発、あれって例のギャングたちの仕業だって話ですよ。上かす例の怖いもの知らず、下手なヤクザより余計おっかないっすわ。ねえ、それはそうなんだけど、あ、こいつらか？ギャングっぽくね？ん？なんか言うかよ。青のギャングだな。だったらなんだよ。はるかはどこだ？まず青ギャングよね。ああ、お前らがサイの河原から連れ去った女の子だ。頭おかしいんじゃねえのか。おめえだよ。知らねえよ、そんなガキのこと。俺らはホームレスを殴りに行っただけだよ。やっちまおうぜ、こいつ。さっきはちょっと暴れたりなかったしな。一丁遊んでやるよ、おっさん。おー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 おおお、ブルーゼットだってよ。なんか持ってんな、あいつ。何かんか。仕方ねえやつだね。というお見舞いをしてあげなきゃ。お、あー、ちょっと待って。痛い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 。あー。この中へのリーダー的な感じかな。ちょっとあかんな。やばい、俺体力回復買ってねえんだわ。油断しないように行くしかねえようだね。うっそー、なんでそれ当たるねん。うわ、やるか。めんどくせえ。こんな雑魚どもにもう一回やられるとはな。回復アイテムやっぱ買うべきですね。あー、このネクスタンガンがうざいね。でもあとあいつも面白いだから。うっさ、起き上がりの時にやめてもらっていいっすか。いって、あ、起き上がる時にやめろっつってんだお前な。これうざいわ。ほんとタイミングうざい。これハメ技じゃん。ほれ、まずはロング鉄パイプいっといてもろて。痛い、これやばい。ハメ技が食らっちゃう。逃げろ。よいしょ、ほれ、やっとこれで終わりだ。頼む、終わってくれ。だ
殴りめっちゃ殴りまくるやんか。容赦ないね。あー苦戦したわ。回復アイテム買わなきゃマジで。お前ら本当にハルカを知らないのか。おいどうなんだ。はい、俺らはチームでも下っ端ですから。ふざけんなよ。なのにこんな苦戦しちゃったのかよ。でも白の連中なら何か知ってるかもしれません。白いギャングか。そうです、奴らならその辺にたむろってますから。ほんとすんませんでした。謝るんだったらやんじゃねえよ。よいしょ。あーギリギリ体力回復しないとね。この辺にさコンビニとかなかったっけ。まず白いギャングとか言ってたけど、その辺にたむろってる人だからね。この町のギャングは3つに分かれてるの。赤のブラッディーアイ、青のブルーゼット、そして白のホワイトイッチ。ちなみに私の彼氏はブルーゼットだよ。弱かったねー。弱かったねーじゃねえわ、もう強かったわ。油断してたから。よかったよかった。まあさっきやったんだけどさ、お前のね、お前の彼氏かどうかは分からないけど、あいつらマジやばいよ。友達がホワイトエッジのやつらに拉致られたんだって。何があったか言ってくれなかったけど、その時のビデオが裏に流れたみたいでさ、あんなにいい子がかわいそすぎるよ。あとで懲らしめてくから任せて、任せてやっとくから。その前に、ね、体力回復しないと結構やばい。あーあれが白いやつらか。あいつらにまず話しかけなきゃいけないんだろうけど、ちょっと回復してくる。バッカス行こう。体力回復、体力回復欲しいよ。体力回復したいよ。よし、お客様なんかご注文で、山崎12年ちょっともらっていい？長ったらしい説明もあるけど、どうぞ。ウイスキーの山崎12年です。素直にいい酒と言える名酒ですね。日本のウイスキー発祥の地、山崎重量所の60年目の1984年に日本初のピュアモルトウイスキーとしてこの山崎12年が登場しました。まさに山崎を代表する銘柄ということです。なるほどね。これを飲めば山崎っていうわけなのかな。味の方も山崎の特徴である力強く芳醇な香りがよく出ていて、日本のみならず海外でも定評。いいね、全世界共通みたいなね。よし、あれ思ったより回復しないな。いっか、思ったより回復しなかったな。なんだよ、仕方ねえ。やっぱ松屋か。回復アイテムを買わなきゃいけねえのによ。とりあえず経験値もらえるから松屋行くかね。おい、話しかけらんないんだけど。特盛りちょうだい。おー、いいね、経験値ももろて。お酒飲んだ後の牛丼ですよ。締めのラーメンじゃなくて締め牛です。締め牛最後波食って体力は回復したから OK で、お弁当ね、体力回復あんまできないんだけどさ、ドンキホーテまで行くのめんどくさいから、ちょっと高めのお弁当、まあ、くのうち3つとどっちの方が高い。あれだな、おでん盛り合わせ2個買っといけば、まあそれなりに回復はするだろう。よし、じゃあちょっとあいつらを倒しに行くか。ホワイトエッジってやつね。いたいた、お前らだよ。あ、なんだおっさんよ、俺の釣りをどこにやった。はあ、お前ら白の連中だろ。お前ら頭は誰だ。そんなもん教えられるかよ。まあいい、ぶっ殺してからボスに会わせてやるよ。お前らは下っ端の下っ端か。しゃあねえの。やっといてあげましょうかねーと。よいしょ。はい。クソ弱えな、モブは。はいよ。おお。こいつは、あ、でもまだだよね。体力がちょっとあるだけでしょ。よいしょ。掴んでいっちゃって、お願いしますよ。ほんのちょびっとの相手にさ、ヒートアクション出しちゃったじゃん。勘弁してくれよ。よいしょ、これ使おう。せっかくだからこれを掴ませていただいて、あ、あと持ってた。はい、掴んでと。
さあ、言いたくなったかい。ボスの場所を教えろ。チャンピオン街にうちのアジトが、メンバーがその前の路地に立ってるはずです。リーダーはそこにいますから、もう勘弁してください。まあ教えてくれたから、いや許してやるか。しょうがねえな、最初だけなんだよな、みんなな、異性がいいのな。やられちゃうから。でチャンピオンがあそこか。そうそう、ピンクのところって書いてあるから、そこに、この細い路地にさ、チンピラとかいそうで怖くね。無駄に戦いたくねえからよ。頼むよ。怪しいな、危なかった、大丈夫、よしよし。でコインロッカーなんかここってなってる。一応ね、もらえるものはもらっとこ。さて、白いやつ出すんだ。まあこれぐらい体力あればいいだろう。ここか。お前か。おいおい、あんたなんか言うか。ここはおじさんの来るところじゃないのか。帰りな。バカだ、下っ端に言うわね。リーダーを出せ。断ると言ったら、お前らが怪我するだけだ。面白え、やってもらおうじゃない。